日本を訪問中の李洛淵首相が24日、文在寅大統領の親書を持って安倍晋三首相と会談する。李首相は親書とともに安倍首相に渡す贈り物として韓国の伝統酒であるマッコリも準備した。文大統領の親書が、最悪と評価される日韓関係を改善する変極点の役割を果たせるか注目される。首相室によると、李首相は同日午前11時、首相官邸で安倍首相と約10分間の会談を行う。